皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。アクセスです。今日はね、まあ、いつも対戦動画を上げてるので趣旨を変えて、今はまあ4月の15日の、まあ、お昼頃なんですけど、まあクエスト動画のね収録を終えまして、でまあちょっと経った後なんですよね。まあ開発してるモビルスーツの紹介とかね、あと戦績の紹介とかでもしていこうかなと、まあ今更ですけどね思います。では早速モビルスーツの方から、まあざっとですけど、改造してるやつからに並べ替えた方がいいかな。いやまあそっちの方がいいよね。ほら、でまあレベル6はざっとこんな感じですね。レベル6まで開発してるのは、ここまでか。まあ常設機体ねがほとんどになるんですけど、まあフルバーニアね、あと無事、まあ設計図がちょっとこの間のキャンペーンで足りなかったので EX パーツを使ってね6まで開発させていただきました。ではガトゲルも、まあ、EX パーツを使えば改造はできるんですが、ちょっとまあ様子見ですね。そう、私はレベル7の機械まだ持ってないんですよね。まあそこまで走れてないというので、主な理由でしょうか。ユニコーンね、あとヘビーアームズかな、うん、まあ、ラゴーとかバスターとかですかね。バスターもちょっと結構強引に取って、あ、バスターそうですよ、レベル7じゃないんですよね、まだバスターは。まあね、これレベル7だとヤバそうなに顔にしかしないかな。まあ、ジャスティス、ブルーフレームで、インジャーっていうのはメスダブルゴーバルバトスの第3形態、まあ、ざっとこんなところですか。あとはまあコストの低い調節とかそんなところですかね。でまあ、レベル5も常設機体がまあメインになるんですけどね。試作1号機もなんとかこの間のキャンペーンで開発できた、あとガーベラテトラですね。これもまあなんとか最後まで突入まして、まあテトラさんはおそらく次のランクマーでお世話になるんですかね。次のランクマーは確か、まあ、5万までですか、ランクポイントの。あれの、やつがエピオンでしたっけ。エピオンですよね。まあエピオンを狙いたい。あと、まあ、もし10万のやつがウィングゼロとかだったらね、テレビ版の。そっちもひょっとしたら今回狙ってみるかも。先行機体もね、一度も狙ったことはなかったんですが、ちょっと狙ってみたいなと思ってます。あ、話が忘れましたけど。フルアーマーダブルゼータね。これはごめんなさい。全盛期の時に乗り回してました。普通に。まあスタンダードは極力控えてましたけど、調整が入ってからはちょこちょこ乗ってる感じですかね。最初出た時は、走行2まで作ってたんですよ。で復刻が来た時になんとか、軌道のね2まで作れて、軌道3にしたいけどね、まだまだ先の話ですわ。ニューガンダムね、これがまあ一番乗ってる機体ですね、私の中で。まあこれに惹かれて始めたと言っても過言ではない。最近はでもめっきり乗ってないですね。これも軌道3にしたいところではありますね。早くナイチンゲール、あとこれもまあキャベツに付けました。この時ね、ハイリューガンダム成功入手でしたが、7万5000くらいで終わっちゃったんですよね。ああ、この時は頑張ればよかったなと思ってます。配慮なぁ。入手しとけばよかったなって今はつくづく思ってますね。シランジュで、ゴッドガンダム、デスサイズ、あたりですね。シランジュもね、なんとか開発にこぎつけてたので、前世紀とあとまあ、調整後もね、一応ちょこちょことは、たまらないですけど、細々と乗ってる感じで。で、まあ、マスラを、これもうん。最初出た時に確かレベル5まで作れてたはずですね。まあここら辺ですけどね、バルバトスの第4、前世紀の第4とは私戦ったことがないんですよね。確かなかったはず。私が始めたのが確かシーズン8だったかな、そこら辺だったと思うので、ね、まあ、そんなところでしょうか。でまあ常設ときてフルアーマーガンダムで、ここら辺はまあレベル4で止まっちゃった。サザビーは確かあんまり進めれてなかったんですよね。でバンシー、シャイニング、マスター、ジェノ、ウィングゼロ、単位で、フリーダム。単位ね、レベル5にしたい。次の復刻を待つか、EX パーツ使うか。ウィングゼロもなぁ、ね、せめて強化2にしておきたいところではあります。で、フリーダム、ゴールドフレーム、アマツでしたっけ、デスティニー、ウォーライザー、ループス。まあ、レベル4は結構多いかな。うん。で、まあ、3位か。がこんな感じ。じゃあ、ここからはまあ、ざっといきましょうか。あんまり開発が進んでない。サンドロック、あ、サンドロックな。これも開発進んでないですけど、なかなか復刻が来ない。シェンロンもね、進めたいんですけどね。復刻来ましたっけ、20周年の時。あ、20周年じゃない、間違えた。
2周年とか記念の時ですか、あの時ぐらいじゃないですか、ここに来たの。では DX と来て、ではレンザーというかとか、まああんまり開発で全然ね強化できてない機体も正直多いです。で、あの暴れてるダブルゼータ君ね、これも5まで作っときたかったけど、まあ、全然進んでない状態で、 EX パーツはなちょっとあんままだ置いときたいかな。ストフリがレベル2あって、まあストフリとかもちょっとまあもうかなり強い機体なのでね、1回ぐらいはちょっと乗ってみたいなと思うんですけど、まだまだちょっと開発が進んでないので先いないそうです。あ、アレックス、シーアとケッパー、ここに関してはね開発すらできてないという、設計図すら揃わなかったっていうのはこの時だけでしたね。はい、でまああとはレベル1とか開発できてない機体もちょこちょこありますが、まあこんなとこですかね。クワンタは1ですね。あとダブルモライザーの、あの今回のキャンペーンですね、これはまだですけど、クワンタもね調整は入ったけどまだ相当強いと思いますよ。そこす機動さんが出たら絶対やばい。まあ、 あのざっくりとした紹介ですけど、まあ、こんなところですかね。まあ、よく乗る機体、まあ、最近乗ってない機体もありますけど、お気に入りは今のところこんな感じですね。こっちに入ってなくて最近乗ってきたからテトラは一応入れとこうかな。これは多分ランクまでお世話になりそうなので一応登録しておきましょう。他はまあまたざっと見返しとくか。ダブルオーとかはちょこちょこ、まあ結構バラバラですかね、私が乗る機体は。まあ一個の機体だけということはあんまりない感じですかね。まあこんなとこですかね。まあ機体回数というか、まあ作ってる機体はこんなところですかね。じゃあプロフィール見ていきましょう。まあレベルは少し、まあそれなり前に30に焦げつけられたので、でまあ出撃回数は合わせて5400くらいは結構遊んだな。まあ1年以上毎日続けてるゲームはあんまないのでね。でまあ最多出撃はまあニューガンダム831で、フルアーマーダブルゼータ2465で、3位がまあフルバーニアン456ですね。データベースも見て、マッチストリーはちょっとあの収録した動画とかもあるのでちょっとね、あとまあお恥ずかしい成績は見せられないということで、まあやっぱ動画収録してるやつもあるのでちょっと見せられないというところで、まあ勝率はね、あのこっちはスタンダードのストップですけど、まあそんな高くない、相当性はあんまりやってないっていうのも大きいかな。まあでもちょっと下手なのか、これはあのコスト戦のやつも多分入ってるのかな。うん、コスト戦がメインって言うんだけど、やっぱスタンダードをメインでやりますね。私もこんな感じですね。この戦闘支援するやつか、やっぱ戦闘ポイントが一番低いですね。撃破ポンポン取ってることとか割と少ないイメージがありますね。でまあスタンダードがこれかな。最終的にそうラゴーも一時期よく乗り回してたので、最近はめっきりちょっと乗ってないんですけど、そうですね、こんなところですね。でランクマッチ、あ機体別がある、まあスタンダードの出撃戦線がこんな感じ、これも多分コスト戦が入ってるのかな。セカンドリバイとかね、たまに乗ったりしますけど、こんなところですか。はい、で、まあ、テトラもすいません、ちょっと乗り回しましたね、あの練習がてら。ランクマッチ見ていきましょう。ルール別、こちらもね、やはり制圧と支援がメインになってる感じで、ね、セットポイントやはり高くない、勝率は 54.25% ですか。そう、引き分けがね、1回あったんですよ、スタンダードで。びっくりしました。確かね、拠点防衛してる時に、私がラストキルを取ったのと、拠点が落ちたのが同時になった、だったと思います。違う、スタンダードの引き分けは本当に貴重ですよ。はい。なあ、本当ですね、損壊数が多い。ゲーキャーで損壊数が多い。すまん。これ、7落ちもしたっけか。やばいな。コスト戦かな、多分、そうであってほしい。自分の成績を見返すことはあんまりないので、ランクマはね、フルアーマー確かにそれなりに乗ってたような気がするな。最初の頃はニューガンダム取ってからはニューガンダムをしばらく乗り回してましたから、それかな。でセカンドリバイ、なんとこういう機体を乗ってたのね。私機体別はこんな感じか。
アルバトス代表なんかも最近はあまり乗ってないな。また乗らないといけませんね。ランクマッチは結構絞られてる感じですかね、使う機体。うん、ここら辺はね、確かに、あ、まあ、最近だったら、ここら辺ですかね。シランジュはちょっと使用率が最近は、あ、だから、そうですね、ランクマはここら辺とか、インジャもたまに乗りますが、インフィニットジャスティスはね、私あんまり使いこなせないことが多くて、ヘビーアームズも最近ちょくちょく乗りますね。ユナビスは最近あんまり乗ってないな。そんなところですかね。うん、ランクマッチで乗りましたよ、そんな感じですかね。多分テトラが加わりそうな気がしますけど、カスタマッチか。こちらもね、たまにお誘い受けてるけど、まあほとんどやってないんでね。まあ、こんな感じですね。もうちょっとよ。ね、カスタマッチはウィークリーミッションをこなしたいときにお誘いしてされたりとか、逆にこなすときにお誘いすることが前あったので、そのときのやつだったと思います、確か。液体別。うん、まあそんなに。やってない感じですな。やっぱり、ね、ブルーフレームの使用率が高いですね。累計出撃回数がで、こんな感じですか。はい。うん。まあ、こんな感じですね。まあ、いろいろ使ったな。ドムなんかは確か始めた頃の、レベル10何本の時に使ってたかな。ああ、懐かしいな。うん。こんなとこですかね。はい。他には見るものあるかな。全部で来るし。まあ、まだまだね、穴だらけですけど。まだ半分開発できてるかできてない、半分もできてないかな、多分。開発ポイントはいくらあっても足りません。まあこんなところですかね。他に見るものはないかな、もう。何ポイントも終わってるじゃん。あー、ディビジョン報酬はまあ。右の見ての通りですからね。勝負ですから。まあね、見てもって感じが。うん、こんなとこですかね、まあ。はい。まあ、キンプラもね、多分決して多い方ではないと思う。キンプラはまあ、コスト制いったら稼ぎやすいですからね、正直。当てになるかと言われると、まあ、私、こんなにうまいわけでもない。まあこんなとこですから、あとはモジュールボード見ていきますか。まあざっとですけど、まあ時短一本に触れるだけちょっと開発ができてないというのがあって、基本的にはビーム機体を使うことが多いので、これをつけることが多いかな。攻撃にガン振りとかがちょっとできてないので、ここら辺は開発して練り直さないといけないですね。マスターですから基本はまあ全部中継に振って、でまあ実弾機、ビーム機両方の対応してるときはこれで、ビーム機体ですね、メインの時はこれですね。これは格闘機、格闘を使っていきたい機体の時は、この格闘のやつを。これはヘビア用ですかね、完全に実弾機体。で、まあ、拠点砲撃も視野に入れたマスターにしてます。まあ、このところですかね。で、青振りは私してないんですよね。パイロットスキルはね、まあ別に変わらないよね、うん。こんなとこですかね、まあ。グダグダとね、あまり喋りが上手い方じゃなくて恐縮ですが、まあ紹介、私のは期待とか成績の紹介とかはこんな感じですかね。ではではね、本日もご視聴のほどありがとうございました。今後ともよろしくいただければと思います。ではね、また戦場でお会いした時は手加減してくれるとダメですね、全力でね戦いましょう。はい、ではでは本日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。